はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、リトマスです。ということで、バイオハザード、続きをプレイしていきますよ。で、ここ、保管室ですね。さて、またちょっとね、日を明けちゃったんで、うろ覚えですけど、そう、館の鍵、これ鎧の紋章の鍵を、ゲットしましたので、かなり、進める範囲が広がったんですけども、ゾンビたちがね復活してきたので、まあちょっとそういうびっくりしちゃうから、あんまこう戻りたくはないんでね、どっちかっていうとこう新しい扉の方に入ったらそっちはもうとにかく突き進んでいきたいですね。それと、これ閃光手榴弾、これディフェンスアイテムなんだね。俺的にはこっちのダガーの方がいいかなと。さて、これしまって、もう行こう。もう行こう。俺、もうちょっと、精神力が持つうちに行こうか。ちょっと本当に、前回の精神的ダメージがでかすぎて、そう、あとなんかこう、ゾンビが、俺しか移動できないはずのこの扉を移動してきたんだよね。おお。だからこのゾンビども、あとこのアングルはちょっと犬来そうだわ。ちょっと注意して、犬来ないな。おお、びっくり。でここに鎧の鍵を使いました。進めるね、頑張ろう。おっ、なんだ、なんか今音が手前で。とりあえず閃光手榴弾。うお、手前はダメだ、手前はダメだ。すげえすげえすげえ音する。もしかしてまた扉開けようとしてんじゃないの。何ここ、隠し通路。いや、ちょっとゾンビが自由奔放やね。ちょっとなんなん、ゾンビはいない。虎、青と黄色の光を持つ虎と刻まれている。ちょっと何言ってるか分かんないですね。戻りましょう。あー、もう怖え。大抵のバイオはちょっと、初見はやっぱ辛いか。うわっ、ぷ。すげえ、どっかでガタガタ鳴ってんだけど。っていうか、すごい入れる扉多すぎて、やばいな。おっす！なあ、こいつは、死んでるか？死んでるな。オッケーオッケーオッケー。ハンドガンのマガジンゲット、オッケー。すっ、あ、今すげえすげえ、あそこの扉バタバタなったけど、あそこなんかいいんじゃない。う、なんだこれ、飼育係の日誌。ちょっと落ち着こう、落ち着いて。夜、警備員のスコットとエリアス、研究員のスティーブとポーカーをやった。スティーブのやつやたらついてやがったが、きっとイカ様に違いねえ、俺たちをバカにしやがって。今日研究員のお偉方から新しい化け物の世話を頼まれた。皮をひんむいたゴリラのようなやつだ。生きた餌がいいってんで豚を投げ込んだら、やつら足をもぎ取ったり内臓を引き出したり、遊んだ挙句やっと食いやがる。今朝の5時ごろ、宇宙服みたいな防護衣を着たスコットに突然叩き起こされて、俺も宇宙服を着せられた。なんでも研究所で事故があったらしい。研究員の連中と来たら、夜も寝ないで実験ばかりやってるからこんなことになるんだ。昨日からこの忌々しい宇宙服をつけたままなんで、背中が蒸れちまって妙にかゆい、イライラするんで腹いせにあの犬どもの飯を抜きにしてやった。いい君だ。これあれだね。これ有名なやつだね、これ。
あまりに背中がかゆいんで、医務室にいたら背中にでっけえ絆創膏を貼られた。それからもう俺は宇宙服を着なくていいと医者が言った。おかげで今夜はよく眠れそうだぜ。朝起きたら背中だけでなく足にも腫れ物ができてやがった。犬どもの檻がやけに静かなんで、足引きずって見に行ったら数が全然足りねえ。飯を3日抜いたくらいで逃げやがって、おいら方に見つかったら大変だ。これ有名なやつだ。昨日この屋敷から逃げ出そうとした研究員が一人射殺されたって話だ。夜体中熱いかゆい、胸の腫れ物かきむしいたら肉が腐り落ちやがった。痛い俺どうなて。やっと熱引いた。もとてもかゆい。今日腹減ったの。犬の餌食う。かゆいかゆい。スコット来た。ひどい顔なんで殺し馬かです。かゆい馬あばす有名なやつね。かゆい馬さんです。はい、これだけ。他に、服や小物が乱雑に置かれている。ちょっとね、奥のクローゼット調べたらなんかいるんでしょう。なんかいるけど絶対アイテムとかあるよね。ゾンビとアイテムが置かれてんのかな。じゃあ開こうか。やっぱりいる。なんかアイテムある。アイテムだけ拾おう。そしてすぐに逃げて。OK。すごいですね。やっぱこう操作に慣れちゃってる。慣れちゃってる部分のリトマスが出ちゃってるかな、これね。ただ、多分しばらくしたら、ここのドアもノックされて、あいつら自由に出てくるんで、こっち行きましょうか。ここ扉じゃないな。正面の扉。鍵を開けた。ってことは、どっかに通じる扉だと思われる。はい。ここは、ここはあの一番最初のゾンビが、そう、あのこっち側にゾンビがいるんだよね。あの一番最初のムービーシーンのゾンビが。でそのゾンビ、うお、びっくり。そのゾンビ俺これ燃やしてないと思うんだよ確か。だから多分復活するからあっち行かないようにしよう。館の鍵、これも鎧の鍵で開く扉か。やばいな、俺結構燃やし忘れのゾンビが、いや燃やし忘れっていうか、だってさしょうがなくない？だって灯油ないんだもん。灯油がないんじゃしょうがないよ。何この部屋。特に何これ、カシの木でできたカウンターだ。ワインのようないい香りがする。ピアノ、高価そうなグランドピアノがある。クリスはね、確かピアノ弾けないんすよ。ジルは弾けるんだよね。ジルが弾けたんだっけ。何こっち。あ、何もいない。そしてこれ絶対動くでしょ、これ。はい、動かして。はい、アイテム。楽譜を取りますか。取りました。ちょっとアイテムがもういっぱいなんですけど、ただ待てよ。楽譜。タイトルに月光と書かれている。これを多分弾けばいいんでしょうけど、クリス多分弾けないよね。そうだよね。楽譜を使うとか、使う必要がない。クリスは弾けないんだね。やっぱり。ってことはジルを呼んでくんのか。こっち側は、特に何もない。何か絵が。絵の隅に文字が書かれている。洋館完成を記念し、あ、建築途中じゃなくてもう完成してんだ。出たくねえ、出たくねえ。ゾンビが復活しそうでね。もうあんま手前行っちゃうとゾンビの死体が復活して俺の産地を削りに来るんで。この部屋はねゾンビいないんで。
何これ、アイテムだったの？アイテムだったんかい、これ。ちょっと一回さ、アイテム置いてきたいよね。アイテムをどっかに置いてきたい。つまりこう今来た道を少し戻りたいんだけど、その前にこの鎧の鍵で開く場所を調べたい。こっちはダメなんだっけ。左右に八角形のくぼみが2つある。はい。ってことはこっちはまだだね。鍵とかではなく、なんか仕掛けがあると。ここは鍵がかかってる。これもまだ行けない場所ですね。2階調べよっか。あー、怖くなってきた。なんだこれ。それで、ですね、ここ、こっちあの、剣の鍵で開いた扉なんだけど、この先にね、俺一体だけゾンビ燃やしてないんだよね。復活しちゃうんで。こっち行こっか。アイテム、もう満タンだけど、ハンドガン装備しといた方がいいか。やばそう。ここやばそう。ここやばそう。なんかすごい、ものすごくびっくりしそうな予感。十分注意しろ。心臓が爆発するかもしれないよ、これは。なんだこれ、急に何も来ないで。特に調べられるものはない。何もいないね。オッケーオッケー。逆に勢いよく行った方がいいんじゃない。ダガナイフ取って。観葉植物が置かれている長椅子を棚代わりに使っていたらしい。ひどいな。動くよ、動くよ。奥に逃げよう。動かない。死体は復活するんだよ。やば。嘘でしょ。やばい。もう来ないよ。いけるか、この距離ならいけるか。やばすぎな、ちょっとふざけすぎな。お仕置きだ。ちょっとバカみたいに早いな。ちょっとやったか。よし、こいつはもう復活しないでしょう。なんか復活した時の、いや待って、復活した時のゾンビの速さだったよね。復活したゾンビはもう一回復活するのかな。3度目の正直みたいなのあんのかな。ちょ、それが分かんねえな。あとアイテムがいっぱいで、ここのハーブとか取れねえから。待って、ハーブ以外になんかあるか。ハーブ以外になんかすごい重要なキーアイテムとかないな。なんだここ、回復。じゃあ回復しに来ようか、後でここに。いやーもう本当にやめて、そういうの怖いから。もう本当にやめて、本当に。いやーもうゲロ吐きそう、これ。一応ここだけ覚えとこう。回復したくなったらこっちね。ええ、本当に人騒がせなんだから。ああ、こっちなんだっけ、こっちテラスか。犬がいたんだっけ。そう、犬がいたんだね。でこっちに鎧の鍵使える場所がいっぱいあるんだけど、復活ゾンビがいるから
とやってくるか。悔しいけど、僕も男なんだな。イグレ。復活ゾンビ！復活ゾンビ！待って、復活ゾンビ弱くね？あ、さっきのは特殊部隊だからってこと？さっきのは特殊部隊出身のゾンビだから、すぐ硬かったってだけで。うぇ！待って、バカじゃん！バカじゃん！動くや！いやいや、体力普通だったわ。ハンドガンが2発うまいこと当たったからすぐにダウン取れただけで、体力はまだこう残ってたのか。いくで。もうほんとやばいな。いくぜ。来てる。撃て撃て、オッケー。そして一旦ここでリロードしてからナイフね。リロードしてから調べるじゃない。ちょっと慌てすぎね。ちょっと緊張しすぎ。でナイフで少しオーバーに切って、オッケー。オーバーに切って。まだ生き返るかもしれない。大丈夫。何回生き返るか分かんないんだけど、本当に。まず近い方行く。すぐに行く。集中して。え？あ、びっくりした。ムービーシーン早い。あなたは？アルファチームのクリスだ。君たちを助けに来た。助けに来た。リチャード。おい、どうしたんだ？どうしたんだよ、お前。クリス、ここはやばい。知ってる。早く逃げた方がいい。怪物があちこちに。嘘だろ。ダメ、喋らないで。あ、レビッカ。どうやら毒蛇に噛まれたみたいなんです。レビッカ。でもその傷口がものすごく大きくて。あれはただの毒蛇なんかじゃねえ。化け物だ。血清がいるんです。でも別の部屋に置いてきて。俺が取ってこよう。急いでください。待ってろ、すぐ戻る。結成。結成ってのは、これ倍率とか変えらんないの？これどこ？よく見えないんだけど、ちょっと倍率上げて。待って、今閉じちゃった。タイプライター、アイテムボックス。タイプライターとアイテムボックスのこの部屋は、保管室か。これ保管室だな、これ。どっから行くのが近い？まず、現在地教えて、現在地。現在地わかんないかな。現在地ここか。2階にいるんだもんね。こっから2階の反対側に渡って、はい、なるほど。オッケー、了解。お、いなくなってる。オッケー。復活ゾンビを倒せばもう消滅してくれるということで。待って、なんで、すごい、レベッカいたね、レベッカ。みんなご存知。いや、レベッカいるだけでだいぶ、俺なんていうの、心臓が回復したわ。すぐに行くよ。こっちです。で、ここゾンビが来てるんで、うまく巻きたい。オッケー。フェイントがうまいんじゃこれ。フェイントちょっとうますぎない？今の。保管室。はい、保管室ですね。で、使い古しのベッド。
結成取りました。そのそしたらちょっと一旦アイテム整理、いらないものをちょっと置いていいでしょう。行きましょう。すごいこの完璧な作戦。レベッカ待ってろ。一気に上がって、オッケー。そしたら、おお、ブオーンブオーンブオーン。ハンドガンの弾もだいぶ少ないし、あんま寄り道はしてられないんで、そのまま向かいましょう。俺が道を忘れないうちに。オッケー、クリア。そのまままっすぐ進め。復活したゾンビはいない。いいね、ゾンビがいない通路はいいですね。だいぶ助かるわ。こっちで、リチャードだっけ。おっと、結成だ、こいつだろ。ええ、ありがとう。今結成を打ちます。しっかりしてください。しっかりするんだ。これを持ってろ。なんだこれは。通信機だ。通信機、気をつけろよレベッカ。リチャード、大丈夫。気を失っただけです。なんと、ここも危険だ。リチャードを安全な場所へ連れて行くぞ。はい。リチャードは大丈夫です。すぐに回復するはず。よかった。君はリチャードを頼む。ほう。はい、彼が良くなったら二人で後を追います。レベッカ、銃は使えるな。はい。よし、俺は他の部屋を調べてくる。気をつけて、くれぐれも。やっぱレベッカは可愛い。かわいい。待って、一旦入ろう。ごめんね、一旦入ろう。この部屋、いろんな薬品が揃ってるんですよ。そうだったか。大抵の傷は手当てできますけど、やりましょうか。いや、今は結構。いや、大丈夫だ。大丈夫だ。だが何かあった時には、よろしく頼む。任せてください。でも薬の量がだいぶ少ないので、くれぐれも気をつけて。ということだ。さて、キリがいいんじゃないか。キリがいいんじゃないか。インクリボンをゲットして、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。レベッカも、レベッカと合流ね。つまりレベッカはゼロが終わって洋館に到着したところでクリスと合流ということで、そしてこのリチャードというやつも、これ治療が終わったら多分回復して手助けしてくれるんで、3人で今後頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあ、さようなら、バイバイ。